皆さんこんにちは。改めましてリメージです。今回はタイでレーザー治療を受けてきました。前回のこちらの動画でルビーレーザー受けてきたってお伝えをしていると思うんですけれども、結果から話すとこれレーザートーニングっていうものを受けてきました。詳しく後でお話をしていきたいなと思うんですけれども、若干イラついた話なんですね。ビフォーアフターも含めちょっと最後にこの話は詳しくお伝えをしていこうかなと思っています。文句というか、なんかあった出来事をちゃんと伝える前に、ここのクリニック本当に感じはいいので、あんまりこう不評評価っていうのをしたくないんですけれども、私の肌にとってはやらなくてもいい施術だったので、それにお金を払ってしまったっていうところはちょっと痛かったなっていうところなんですけれども、まあ、自分もね選んだクリニックなのであんまり文句は言いたくないんですけれども、ちょっと残念だったなっていう点をお話ししていきたいなと思います。クリニック名も皆さんにお伝えをしていきたいなと思いますので、まあ、ぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。私のチャンネルでは元美容部員の経験を生かし、美容医療から海外コスメまで幅広く皆さんにシェアをさせていただいております。旅動画も出しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、ということでハプニングだらけの VTR になっています。どうぞご覧ください。今日は皆さんに、タイのクリニックの様子を含めて、施術中とあと施術後のオンタイムの様子も皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。はい、それではね早速施術の方に行ってみましょう。今から施術を始めていきたいと思います。まずねクレンジングをやります。ちょっと匂いのきついクレンジングやね。さっき言わせたんですけど、トリートメントもつけてくれたので、それをねやっていきたいなと思います。動画じゃ分かりにくいと思うんだけど、私すごくてシミが、最近シミを今日撲滅したいなと思います。多分ここにあるほくろっていうのが取れないと思うんだよね。今回の結果を見て、それでもねちょっと薄くならなかった状態だと多分ならないと思うんだけど、そしたら吸水池スポーツレーザーをね打っていきたいなと思っています。はい、ちょっと痛いぐらいで全く痛みは感じないですね。麻酔は塗ってないんですけど全く痛くないです。多分これ感覚としては5回ぐらいやんないと変わんないやつだとは思う。1回じゃ変わんないな、このレーザーは。多分線香花火を顔で当てられている感じかな。今2周目終わってたところです。若干でシミがあるところが痛い。肌の再生のターンオーバーも促してくれるこうトリートメントらしいです。なんかチクチクする。これ何やってんだろう。針で刺してんのかな、全然わかんない。感覚としてはチクチクする。そんなに痛くないです。ダーマペンの30分の1ぐらいの痛さ。なんかね全体的にヒリヒリしてきました。めっちゃあと穴を開けられた後って感じ。無数の穴を開けて入れ込む感じなのかな。めっちゃヒリヒリします。葉っぱの匂いがする。終わった感じは結構やっぱヒリヒリします。あ、またなんか始まります。セラン、コラーゲン、冷たい。電気消されたよね。ちょっとヒリヒリするな、顔が。なんかこう麻酔を終えた3時間後の肌って感じ。こうなんかちょっと引きつる感じ。トリートメントもすごいしっかりやってくれて、シミの浮き出てくる経過がめちゃめちゃ楽しみになりました。ちょっとダメだわ、涙目になってきた。あまりにもトイレ行きたい。目取っちゃった。ちょっとまずいかな、マジトイレ行きたい。ちょっと行きましょう。ちょっと結構我慢したんだよ、15分ぐらい。ちょっと荷物持って、
ああトイレ、これなんかジョージアでもあった気がする、このシチュエーション。ちょっと待って、このままトイレはマジでやばい。トイレから出てきた人、これびっくりだよね。しょうがない。あー、ストーリー食べるよ。Thank you。 はい、無事戻ってきました。まだ鎮静してます。ちょっとさ、疑問なんだけど、マスク40分してんのよ、これ。待って、40分だよね。6時36分で塗り始めて、今もう7時20分なの。40分だよね。さすがに長すぎん。40分するマスクってある？ゴールドマスクだから。めっちゃ塗りムラあるけど、さすがに長すぎんだけど、ちょっと呼んでこようかな。40分、もう1時間だよ。ちょっとさすがに長すぎるから呼んでこよう。いや、40分は長いよね。40分やるマスクは長いよね。 Excuse me。14 minutes。 40分は長すぎだって。もう1時間だよマスク。絶対忘れてたじゃん。40分やばいよ、これ忘れられてましたね、さすがに。あー、こういうのあるとね、ちょっと行きたくなくなっちゃうんですよね。はい、ということで、VTR いかがだったでしょうか。結局自分がやりたい施術じゃなかったんだけど、めっじゃあここ親切っていうか、すごく感じがいいのね。あんまりこう私も強くもう言えないぐらい、すごく優しい感じのそのクリニックの雰囲気というか、受付の方もすごく優しいのね。なのでこの動画出そうかちょっと迷ったぐらいなんですけれども、私ね、もともとここのクリニックに来た時に吸水池ルビーレーザーをやりたいっていうことでこのクリニックの施術を受けたわけなんですね。私特に海外の美容医療行く時にカウンセリングリアルに1時間半ぐらいさせていただいてるんですね。カウンセリングめっちゃ長くないって皆さん思うとは思うんですけれども、日本だったら本当にね、ものの20分ぐらい、30分ぐらいかなで終わると思うんですけれども、特にそういった異国のクリニックを受けるときはすごく慎重になってカウンセリングを受けるんですね。で、今回のクリニックも私何度も聞いたの、何度も吸水池ルビーレーザーで合ってますよねって言ったんだけど、ね、大丈夫です、そうですって何度も確認したのに、結局そうじゃなかったのね。これ LINE 見せるのとかすごい失礼だと思うから、自分が送ったやつだけちょっと見せるんですけど、こんな感じでこうやって何度も聞いてんの。で、これね、吸水池ルビーレーザー、アレキサンドラレーザー、ヤグレーザーあるけどどれって、私が本当に受けたのを教えてって言ったんですね。レーザートーニングも吸水池レーザーの弱い出力だから、多分彼女的にはその種類があるっていうのが分かっていなくて、これ返信見るとね。なのでこの彼女自体全くその吸水池レーザーにいろんな種類があるっていうのが分かっていないで話を進めてたっていうわけです。私は何度もあなたに聞いたよって、これも返してるんですけれども、私はイングリッシュが結局できないみたいなことをこう書いて返信が来たのね。イングリッシュはできないかもしれないけど Google 翻訳あるやんっていう話なのね。なんだ、そのちょっと寄り添いがなかったっていうのと、結局まあレーザートーニング吸水池レーザーではあるんですけれども、私がやりたいのはずっと吸水池ルビーレーザーやりたいって言ってたのに、こういう風になってしまったっていうことです。はい、ちょっとここのクリニックはかなり残念だなと思いました。まあこちらのクリニックなんですけれども、バンコクにあるクリニックで、ベルダスクリニックというクリニックです。まあ日本の皆さんね、タイに来てあんまり美容施術やるっていう方もあんまりいないと思います。
ます。韓国に行く方が多いとは思うんですけれども、タイ在住の方とか、まあ、タイ語がすごくできる人だったらいいと思うけど、ちょっと英語もままならないクリニックだったので、ちょっと難しいかなとは思います。まあ私もね、選んだ自分が結果的に悪いんですけれども、疑問を抱きながらずっとこう受けてはいたんですけれども、まあちょっとそんな見解になってしまったということです。はい。ということで、レーザートーニングってね、もう何回もね、5回以上やらないと、結果っていうのが現れないんですね。なので、まあ、ビフォーアフターこんな感じで、ほぼほぼ変わらない状態。ゴールドマスクもやっていただいたので、そんなに赤みも出ず、まあ、テレザートーニングってそこまでね、ダウンタイム全くほぼないので、まあ、これ1回だけじゃ意味ない施術だと思っているんですけれども、私は。結果的に私はその後、ヤグレーザーも受けたので、肌はすごく綺麗にはなったんですけれども、今回の施術の動画はいかがだったでしょうか。いろいろね、海外でいろんなところで受けたことは、本当にたくさんあるんですけれども、ちょっと残念度が高いクリニックだったなという感想です。はい。少しでも参考になったなという方は、いいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。